で、まあ、近い将来は王さんの防御罪ばっかりにね。いや、この間も天井裏見てきたんですけれども、すごいんですよ、犯罪しろ。あれはいっぱい巣作っちゃって、それ見たときにはどうすりゃいいのかなと思っちゃいますよね。王さんの防御罪を知ってるのと知ってないのじゃ大違いですよ。私なんかもずっと王さんの防御罪をね、皆さんにご紹介してるわけなんですけどね、やはりこういう活動が最終的にはお節さんの利益につながるんだという信念を持って私もやってますよ。王さんの防御罪を使ったらこうなりますよ、いくらになりますよ、一般的な薬剤を使ったらこうなっていくらになりますよ、それきちんと説明しないとお節さんも高い買い物するわけですからね。